赤の広場は、ラスベガスにあるロシアをテーマにしたレストランとバー。ネバダ州ラスベガスのマンダレーベイリゾートと、ニュージャージー州アトランティックシティのトロピカーナアトランティックシティにあった。アトランティックシティの場所は2012年に閉鎖され、その後20年のサービスを経て、2019年11月にラスベガスのレストランが閉鎖された。赤の広場は1999年に、 ネバダ州ラスベガスのマンダレーベイリゾートにオープンした。レストランはザライトグループによって運営され、ブレインマッシーはエグゼクティブシェフを務めた。2019年2月、ディスラプティブレストラングループが経営を引き継いだ。ラスベガスの店舗は2019年11月に閉鎖された。2007年にトロピカーナのアトランティックシティに赤の広場がオープンした。 アトランティック式の店舗は2012年に閉鎖された。赤の広場のレストランはアメリカにおけるソビエト文化の唯一の描写の二つだった。どちらの場所にも入り口の前にレーニンの像があり、どちらも偽の鳩の糞で覆われていた。多くの人がレーニンの像がラスベガスで描かれていると不平を言った後、リゾートマネージャーは彫像から頭を切り落としてバーに展示した。 ラスベガスの店舗として、レニン像の頭は、レストランの前の彫像から切り離されたバーのウォッカの金庫の真ん中に展示される。バーは暗く、木製の通路は、見事な建築にエレガントなダイニングルームを接続した。メインダイニングルームの設計、皇帝の宮殿から着想を得ている。バーのシャンデリアは、モスクワのポーランド大使館のシャンデリアのコピーだった。内装は、 赤と金で塗装され、壁にはプロパガンダ風のアートが飾られていた。赤の広場では、アメリカ料理と東ヨーロッパ料理が融合した料理を提供している。代表的なメニューには、キャビアとシベリアナチョスのフライトが含まれていた。レストランのメニューには、タルタルステーキ、ピエロギ、チキンキエフ、ペリメニ、ショートリブストロガノフも含まれていた。また、キャビアのシーンも提供されていた。 このバーでは20カ国以上から200以上のブランドのウォッカを提供していた。店内にはウォッカが入ったバーがあった。バーにはウォッカの保管庫があり、冷蔵環境で何百ものウォッカが保管されていた。ゲストはレストランから提供された毛皮のコートと帽子をかぶって割り増し料金を支払って金庫室の中で飲むことができた。赤の広場での代表的な飲み物は ジャンマルク x o オッカで作られたモスクワのラバだった。一例 BEST.com は赤の広場ラスベガスを市内で最もクールなバーの一つと評している。ベガスリーガルはこのバーを信じられないほどのタイムピースと呼んでいた。ありがとうございます。